ちゃ。こんにちは。さあ豊さん、はい、阪神は藤川球児新監督決定ということになりました。はいはい、まあね、これクライマックスシリーズの前からちょっと記事が出て、そこからどうなのどうなのってなってましたけれども、ようやくここに来て決定という記事が出ましたね。もうそれしかないよね、うん、あの記事の出方は。そうですね、デイリーじゃなくて確か報知かなんかがバーンと出して、この時期にってなりましたけど、結局まあ一本化と言いながらやっぱり、まあね、規定路線というか決まってたっていう。まあまあそうだな。はい、でそれに伴い退任されるコーチ、はい、また下から上に上がってくるコーチ、また外から入ってくるコーチなど、いろいろ今ちょっとずつ明らかになってきています。はい、でまずは退任されるコーチなんですけれども、はいはい、今岡打撃コーチが退団発表ということで、はい、今かな。そうなんです。まあでも優勝させた一人の立役者としてね、はい、バッティングでね、うん、非常に貢献したんじゃないかなっていうふうに思うよね。はい、さらに、水口打撃コーチも辞任を申し入れということで、はい、ね、お疲れ様っていうね、あ、はい、あの人からあの話を聞いたけども、はい、岡田監督って早稲田でね、はい、で水口って早稲田なんだよ、うん、だからもう本当にあのクッションになってたって。なるほど。ああもうよく怒られてたって言ってたよ。そうなんですね。だからもう本当にクッション役で頑張ってくれたっていうね、はい、うん、まあ、本当に不満を一点引き受けたって、はい、そのくせこう黙って寡黙にやるというね、うん、すごく人間的に、まあ、立派な人だなと思ったけどね。はいはい、また投手では、安藤投手コーチも退任されると。はい、ね、はい、安ちゃんね、はい、すごく責任感が強くて、うん、まあ、途中10キロぐらい痩せたっていうんだよね。そんなにですか。いや、やっぱこう心痛があったらしいよ。そうなんですね。うん、まあ、最後まででもね、はい、やり遂げてっていう、うん、まあ、本当にちょっとゆっくり休んだ方がいいよ。そうですよね、安ちゃんね、はい、まあ、アテネで一緒にやってるから。あ、選手とコーチとして。そうなんですね。そうそうそう、今シーズンもずっとこうマウンドとベンチを行ったり来たりしながら選手にタオル持って行ったりとかありましたからね。まあでも本当に、まあ、よくね、はい、ピッチャーを回したと思う、うん、はい、さあそして一方、はい、外から入ってくる選手たちもいます。はい、まあ、お疲れ様とこ行こうな。あ、そこはですね、どうやら二軍監督にということで、これしぶといなあいつお疲れな、いや、お疲れしないんですよ。お疲れしないんだね。はい、お疲れしませんよ、まだまだ行く生ですよ、うん、なるほどね。はい、二軍監督にという。まあまあでもね、まあ、平田和夫って俺大好きでね、はい、まあでも本当にあの若手をね、うん、まあ、成長させてほしいし、はい、あの横田というね、うん、まあ、まあ亡くなっちゃったけども、はい、8回に守備に使わせてみたいな、はい、奇跡のバックホームを、ね、うん、演出したという、うん、なんかそういう感も持ち合わせてるから、はい、ね、いい選手を、まあ、育ててくれるよ。育ててほしいですね、はいはい、というと、じゃあ2軍にいた和田2軍監督はどうなるのかというと、はい、1軍と2軍を巡るという感じです巡回俺でも巡回がよく分かんないよね。まあ、うん、俺らの時にそういうシステムってのはあんまなかったから、はい、ちょっと巡回って何をするんだろうなっていう、まあ、巡回で有名なのは巨人の、久保さんが、はい、あの巡回コーチで二軍で投手をとかっていうのはあるんですけど、巡回で何をするんですかね、特に。いや、だから気になった人たち、はい、まあ、例えばこう一軍の試合を見ていて、はい、ああこれ二軍に落ちてくるわって、うんうんうん、思った時に、あ、技術的にこうこうこうで、で二軍に行ったらそういうこうこうもっとこうした方がいいよとか、うん、まあ、そういうことなのかなと思うけどな。また2軍のコーチとはちょっと違うポジションちょっと違うよねっていうことなんですかね。だから両方を行き来するっていうのは、やっぱ一軍班的な人たちの循環になってくるのかなと思うよね。ああ、なるほど、うんうん、さあそしてですね、藤本内野守備走塁コーチがチーフ格ということで出世したな。はい、上がってきます。サポートする形となります。なんか藤川さんを三塁回す回さないで顔真っ青になってありましたどうしたらいいんですかみたいな、はい、あのあって言ってたけども、はい、まあまあでもね、うん、一生懸命やる子だし、はい、まあ一緒に当てに行って、あ、ここも選手とコーチとして行ってるんですね。だからまあ可愛くてしょうがないんだけど昇格しましたなあ、はい、もうとにかくあのいろんな勉強して、はい、いろんな思いの中で野球をやってきた人だけにね、はい、いいものをこう出してほしいな。そうですね、はい、で
2軍バッテリーコーチだった野村克則さんも一緒に1軍でチーフ格を託すということで、この藤本さんと野村克則さんがどうやらダブルでヘッドコーチという名ではなく支えるサポートというかという形になるようです。なるほどね、はい、これは、まあヘッドってもう横並びでいて、こういろいろ話をしながらゲームを進めていくんだけども、うん、新監督の性格とか、はい、まあ、話した感じでは、うん、やっぱ自分で決定権を持ってるんだったら自分でやっぱこう責任を持って決めるという、うん、ことをやりたいのかなって。迷った時だけちょっと藤本さんとか、はい、かっちゃんとか、はい、まあ、そういうことで話を聞きたいのかなっていう、うんうん、まあ、やっぱこう2人で話してると決定が鈍る時あるからね。あ、だからそれはしたくないっていう、うん、まあ、意志の強い人なのかな、ブレを持たせたくないのかな、まあ、まあっていうことなんですかね。まあそれはあるかもわかんないな、うん、これヘッドを置かない体制っていうのは今までも過去には野球界ではあるんですか。いや、あるある。あ、そうなんですね。それはある、うん、それは決まってないもん、誰を置こうか、はい、別に消防署置いたっていいそう、火消し役で火消し役いや、だからもうそんな決まりはないんだよ。あ、そう、決まりはないけども、はい、まあ、その名前が違うだけで最終的にはなんかヘッドみたいな仕事してたなっていうこともあるよね。なるほど。でもここを藤川球児さんが監督で、そこのサポートする方たちは2人とも野手じゃないですか、はい、そこはやっぱここにサポートに投手コーチを置かないっていうことは投手に関しては自分の考え。まあそうだな、だからまあ野村克則は、まあ、守備側、うん、で藤本は今年守備走塁コーチだけども、はい、なんか攻撃のアドバイスみたいな、はい、まあ、そういうのをこう分けてさせるのかもかな。でもそんな大きな違いないよ、ヘッドがいたって。そうなんです、ね、まあ、そんなに神経質にならないでいいよ、うん、そこで勝てる勝てないは出てこないからなるほど、まあ、だけど役職のオフェンスディフェンスの、はい、その差別化っていうのはしたのかもわからない。あ、そこで、はい、さあ、さらに今度1軍の投手コーチなんですけれども、金村氏が3年ぶりに復帰するということになりました。はいはいはい、2022年までやってらっしゃった金村さんですけれども、はいはい、まあまあ、でも現役の時に藤川がピッチングコーチかなんかっていうか、金村も一緒にやってたかなんかで、まあ、すごく影響し合いながらそのやったっていうから、まあ気心知れてるんだろうね。まあそういう形で多分要請したと思う。またまあ呼び戻す形ですよね、20年の山本さんの時からと、まあ、ね、はいはい、うん、あとは打撃コーチなんですけれども、オリックスの小山さんを招聘というところで、あとはあの北川2軍打撃コーチの1軍への配置転換もということになりました。小山さんが阪神、まあ、そうだね、はい、まあ、打点を取った男だけどね、日本ハム時代に、はい、ようわからん、その人事っていうのは。そうか、日本ハムか、まあ、オリックス行って、はい、で藤川が4だ。そうなんです。もっと進行があるっていうことなんでしょうね。まあそうなんだろうな。分からん。まあ分からんっていうか、はい、勝負強いバッターだっただけにね、うん、まあ、どういうことを教えていくのか、はい、注入していくのか、うん、まあ、それは楽しみだからね。例えば小山さんが打撃コーチとして来ることによって、その阪神の打線に藤川さんはどういうことを注入していってほしい、教えていってほしいとかって期待はあるんですか。まあはい、まあ、今岡バッティングコーチと今年キャンプの時に話したのは、はい、今どういうふうなスタイルで教えてるって言ったら、教えてないと、うん、彼らは彼らで一つのものを成し遂げようとしてると、はい、その邪魔をしたくないと、その過程において悩んだ時に聞いてきてくれたら答えられるようにはしとくと、うん、だからね、阪神の選手って意外と、まあ、近本にしたって、大山にしたって、まあ、森下もそうかな、はい、自分のものをスタイル、自分の先生みたいなのを持っていて、うん、その人たちと一生懸命バッティングの形を作ってるんだよね、うん、だから行ったからといってもそんなにやることはないと思う。あ、ただ若手だよね。あ、若手のもの、一軍、うん、まあ、レギュラーじゃないという、はい、まあ、そこら辺をどう形付けることができるか、はい、またその打席で入っての、まあ、勝負強さがあったから日本ハムの時にね、はい、うん、だからそういう考え方をどう注入していくのか、うん、まあ、そういう作業にはなっていくと思う、うん、あとはその2軍打撃コーチだった北川さんが1軍への配置転換ということになりそうなんですけれども、まあ、ここは2軍から上がってくる形という形、まあ、そうですね、そうになりましたよね、はいはい、はい、あと田中2軍内野守備走塁コーチと馬場内野守備走塁コーチのそれぞれの配置転換も現在検討されていると
という。馬場良かったね。はい、配置転換なので、あのどっか行くの国じゃないんだ、ね、そうね、本当か多分配置転換なので。ああ、それは良かった。馬場に電話せないからよかったなーって。やっぱ残る残らないって大きいんですね。そりゃ大きいよ、まあ、生活ももちろんね、まあ、もちろん人生設計もありますし、ずっと高知畑で生きてる人だからさ、はい、いきなりポンと外に出されても、うん、もう外で雇用があるかっていうと、うん、もうそんなにない年だし、はい、まあそれはニートだったらなんかあるかもわかんないけど、体強いから体強いババニートで、まあ、いやニートって聞こえ悪いかもわかんないけど、正社員よりも稼ぐじゃない。ただ社会的な保障がなくなるだけですから。ニートですね。ニートって言い方が良くない。自宅で何かするってこと。いや自宅も何もできないよ。だってほとんど自宅にいなかった人間が。もう奥さんと離婚になっちゃうよお前。ずっと家にいたら。家にいたら。いやだからコーチやってた方がいいですよね。いやだからもうあのなんていうの、体強いから、うん、もうとにかくバット振ってたから、もうこうやって振るか工事現場で。あのあれ、ね、こうあのライトを。いや、まあ、だけど馬場なんか良かったな、うん、あの配置転換ということなので、この段階ではどこになるというのはいいやつなんだよ馬場。そうなんだね。そうそう、だからこうやって茶化してるけども、はい、まあ、本当に良かったなと思って。そうですね、うん、あとはもちろんまだポジションが空いているコーチのところもあると思うので、まあまあそうだな、まあ、ここからということになるんでしょうけど、まあ、徐々にね、うん、まあ、今交渉を重ねているところもあるだろうし、はい、だからまあ組閣がね、うん、まあ、しっかり出来上がって、はい、ね、秋のキャンプもやるだろう、うん、そうですね、もう始まりますよね。そうだな、はい、まあ、いいチームもね、まあ、いい選手がたくさんいるからファームにも、うん、もう本当にあの息のいいね、はい、だからまあどういうふうにチームを変えようがないっちゃないんだけど、うん、でもそこら辺を引っ張ってくるか底上げをしてくるか、うん、まあ、楽しみやな。ですよね。藤川球児さんといえば JFK で789の時の9回でそこを確率を守ってた一人の投手なんですけど、これ藤川さんになるとやっぱり789っていうのは決めていくのか、流動的に岡田監督みたいになっていくのか、どうなんですか。まあ、それは楽しみにしようね。そうだ、そこがすごい楽しみ、うん、まあ、自分たちがやった、まあ、スーパーカトリオと3人、はい、揃えたくないよね。なんかそうなんです。2人でいいよ走れるやつは。3人もいない。3人もいない、ガチャガチャになるから。そしたらもう8、9にするのかとか。まあそうだね。あとは流動的にする、うんうん、まあこれはやっぱこう楽しみだな、一つのな。そうですね、うん、あとはポジションが例えばコンバートとかファーストとサードがとか。まずねピッチャーの監督だから、うん、90近いエラーがあるんだよね、うん、90近いというか90ぐらい、まずそれをなくすにはどうしたらいいかっていうのを考えるだろうな。あ、ピッチャー出身の。いや、やっぱねピッチャー投げててそれだけエラーされると、はい、やっぱ嫌だと思うよ。あ、そうかそうか。野手の監督だから、はい、そりゃエラーすることもあるわいなって思って見てるけど、うん、まあだけどピッチャーの場合ピッチャーの監督ってやっぱそのエラーっていうのはすごく気になると思うよ、うん、もうちょっと減らせんかなっていう、はい、だからまあそこら辺でまたコンバートが行われる可能性はあるよね、うん。あとはその中継ぎ陣とかも桐敷投手と石井投手が大車輪でしたけど、はい、じゃあ来シーズンどういう風に中継ぎを整備していくのかとか。まあ、そうだな、それはもうピッチャーの監督だからな。楽しみ。それはあのピッチングコーチと話しながら、うん、はい、適性を見ながら、うん、まあ、やっていくと思うけどね。あとは例えば今シーズンちょっと辛かった村上投手であったりをどういう風に再生してまたいい時に持っていくんだろうとか。そうだな、まあ、うん、岡田監督の動画で言うの忘れたけど、はい、村上に必要にこだわったな今年。ああ、そうか。まあそういうこだわりはまずは捨てると思うよね、藤川監督。まあこだわりもないだろうし、うんうんうん、だからやっぱフラットな目で見ながら、はい、やっぱこう組み立てていくと思うけどね。そうですよね、それが楽しみだね。あとは中継ぎ陣からこの人選抜に向いてるなと思ったら先発に思いっきりこう持っていくとか。まあそういうことも考えられるし、あ、まあ、先発やってた人間が、うん、まあ、中に回るかもかな、うん、西純也がもうピッチャーやめてバッターになると思う。バッティングいいですからね、それはならないと。いや、わかんないよ。本当ですか。これだったら大目玉ですよね、一つの目玉ですよね。わかんないですよ、バッティング。あのバッティングは使えるよ、お前。しかもニコニコしてね、バッと振るんで、もしかしたら、うん、岡田監督に言ったら、なんやそんなピッチャーよって言われたけど、はい、まあ、藤川監督はひょっとしたらこのバッターでいけって言うかも。あとはドラフトももちろん今年のドラフトもうすぐですけど、ね、そこにも藤川監督のもちろん意思とか、うん、要望っていうのは。いや、そりゃそうだよ、出てきますよね。まずピッチャー取るだろうな。ピッチャーですか、うん、そっ
ピッチャーはやっぱ取ると思う。まあ、あの言われてますもんね、この選手あの1位指名するんじゃないかとかも言われてますけど、まあ、ちょっと秋のキャンプ、それからまあドラフトとか、そういったところで藤川新監督を、いやもうなんかな、各球団新監督がポン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 な発表になってるから、そうなんです、まあ、どういうドラフトになるのか、はい、もう楽しみだけどな、これも楽しみですよ ね、 本当だよね、はい、まあ、ひとまず藤川球児新監督のもと、ちょっとずつ今コーチ陣が組閣が整ってきてるので、また残りのコーチ陣決まったらちょっと取り上げていきましょう。まあそうだね、はい、はい。